ケビン・カンプルはドイツ出身のスロベニア人、サッカー選手、ブンデスリーガ RB ・ライプツヒ所属。ポジションはミッドフィールダーであり、スロベニア代表にも選出されている。カンプルはドイツのゾウリンゲンで生まれた。両親はスロベニア北東部に位置し、オーストリアの国境と接するマリボルからドイツへと移った。カンプルはドイツとスロベニアの二重国籍であり、 ドイツ代表でプレーする資格も有していたが、早くに、スロベニア代表を選択した。バイエル・レバークーゼンの株組織で育ち、レバークーゼンでキャリアをスタートしたが、バイエル・レバークーゼン2で2シーズンを過ごした後に、SPVGG グロイターフィルトと契約を結んだ。2010年8月30日に1シーズンのローン契約で2部に所属していたグロイターフィルトに加入することになり、 2010年10月29日に行われた FC エルズゲビルゲアウ戦でトップチームデビューを果たした。グロイター・フィオルトで半シーズンを送ったが、冬の遺跡市場でレバー空前に復帰し、UEFA ヨーロッパリーグのメタリストハルキウ戦の後半から交代で出場し、レバー空前のトップチームデビューを果たした。2011年の夏に3部に所属していた。 VFL オスナブディックに移籍し良い活躍を見せると、新たに2部に昇格した v f r r レ n に25万ユーロの移籍金で加入することになった。r レ n で公式戦4試合に出場し、2ゴール3、アシストの成績を残すと、オーストリアブンデスリーガの強豪 FC、レッドブルザルツブルクが興味を示し、移籍市場が閉じる前に300万ユーロでの移籍金で移籍が決定した。 2013から14シーズンには、オーストリア・ブンデスリーガの最優秀選手の候補に選ばれたが、最終的にフィリップ・ホジナーが選ばれた。2014年12月22日、冬の遺跡市場で、ボルシア・ドルトムントへの遺跡が発表され、カンプルは5年間の契約を結んだ。遺跡金は1200万ユーロであった。ユルゲン・クロップ監督の下で13試合に、 出場したが、先発の機会は8回しかなく、2015から16、シーズンに招聘されたトーマス・トゥヘル監督もベンチに座らせることが多かった。2015年8月28日、バイエル・レバー空前がイングランドのトッテナム・ホットスパー FC へ移籍した、孫興民の後釜としてカンプルを獲得。 FC レッドブルーザルツブルクに所属していた頃と同じように再びロガーシミット監督の下でプレーすることになり中盤の主力選手として定着している2017年8月31日 RB ライプツヒに移籍した移籍金は2000万ユーロで RB ライプツヒのクラブ史上最高額での加入となるスロベニア代表でプレーするカンプルカンプルはスロベニア代表に選ばれており 2013年9月6日に行われたアルバニア代表戦で初ゴールを記録し、チームも1から0で勝利した。ありがとうございます。